皆さんこんにちは。しげちゃんの歌唱レッスン講座のお時間です。今日は青井かおりさん五山の送り火、この曲をレッスンしてみたいと思います。まずはワンコーラス、男性キーで私が歌ってみます。命さえかけて叶わぬ恋ならば、いっそこの手で散らせます。五山の送り火、赤く燃えて霞む涙の大文字、忘れてください。私のことは恋は儚い夢ひとよ。はい、それでは今日は青井かおりさん五山の送り火、ね、この曲いってみましょう。まあ、ご存知青井かおりさんの、京都シリーズの中の曲ですね、最近の曲です。今回は夏の風物詩の、五山の送り火がテーマになっています。燃え盛る炎を眺め、私の恋も命がけだったと、その気持ちをその炎にダブらせてますね。燃え盛るようなこの恋の情念と、そしてこのやがて送り火のように儚くも消え去って、断ち切らなければならないこの定めの恋に涙し悲しんでいる、そんな女性の姿が表現できるといいと思いますね。曲調とってもしっかりしてますから、この大体青井かおりさんの、この京都シリーズの歌は非常に、きちっとしてますのでね、ワンフレーズずつしっかりと覚えて、まあ、節回しとそれから張りどころ、そんなところをしっかりと捉えてね、女の人の情念を訴えつつ、そしてやはり張りどころもきちっと捉えるような、そんな感じでね、取り組んでみましょう。はい、それでは、最初からいきますよ。最初は命、命っていきます。命、こうちょっと最初で難しいですね。ググッと勢いよくグッといきます。命、そしてこれからさえといきます。ですからやっぱりここの音が難しいと思いますから、命というこの部分とさえという部分と別物として覚えていくといいでしょうね。命さえ、ですから地はちょっと区切ってからさえと思っていくといいでしょう。かけて叶わぬ恋ならば、一息でいきましょうね。恋ならばいっそ、いはちょっと二つ出すような気持ちで、いっそこの手で、この手でとちょっと立ち上がってきましょう。落ち着いて、せをちょっと引っ張り加減、せますと、こんな感じですね。はい、最初からちょっと難しいですよね。はい、じゃあ頑張って取り組んでみましょう。はい、それではいってみますよ。
の落ちさえ欠けて叶わぬ恋ならば、いっそこの手で散らせます。はい、これで前半が終わりですね。ござんの、んでちょっと節を回しましょう。うん、ござんの送り火、ちょっとこう難しいですね。区切って置くですよ。送り火、赤、あ、送って、かで止めて、赤、そして、燃えてですよ。燃えて、これを一気にいきましょうね。赤、燃えて、と、しっかりいきますよ。はい、それじゃあ五山の送り火のところからいってみましょうね。せーます。ござんはちょっとしっかり出ましょう。ござんの送り火、一気にいきます。赤燃えて、はい、ちょっと落ち着いて。霞む涙の、止めてから大文字、忘れてで、ね、切ってください。素早くいきましょうね。忘れて、ちょっと区切ってからくださいといきます。ここでもね、もちろん一息で忘れてくださいといくんですよ。はい、それでは、もう一回いってみましょう。赤赤燃えて霞む涙。赤燃えて、はい、次は落ち着いて。霞む涙の大文字、忘れてください。私はピシッと入りましょう。私の、しのお尻をキュッと上げて、ことを区切ってから、ことはこういは、ここね、ちょっとね、こういはですよ。こういは、こういは、こう歌いがちですけど、そうじゃなくて、こういはですからね。改めてをちょっと起こしてみるような、こういは、このように覚えてみましょう。儚い、軽く、儚い、夢、ピシッと出ましょう。夢、そして、夢、また今度ね、上から回します。人よと、このように最後ね、締めくくっていきます。結構この節難しいですよね。下から上げて、そして今度上からかぶせてと、こういうのが交互に出てきますからね。しっかりと勉強してみましょう。はい、それではいってみましょう。赤赤燃えて霞む涙の中いってみましょうか。大門忘れてください。しっかりいきます。私のことは、落ち着いて。恋は儚い、ぐっと。夢、人よ、ね、こういう節ですよ。はい、このようにね、割と青い香里さんの歌をね、上から回して、そして下から回してというような節がね、いっぱい出てきますからね。しっかりと覚えてみましょう。ありがとうございました。